はい、どうも皆さん、研究者の壁井です。ではね、今日もね、アンパンマチャレンジやっていきたいと思います。いはい、ということですね、今日は雪金でしたね。本当ね、もうすぐね、友人がね、来てしまうんで、もう、いつもあと、どうだ、明日、あさって、しあさって、あと1週間くらいか、そう、で、来ちゃうんですよ。でね、明日がね、休みなんで、明日、昼ぐらいにね、買い物に行って、たこ焼きのいろいろ買って、で、銀だこのね、銀だこの届ける、たこ焼きを作りたいなっていうふうにね、思ってます。はい。予想としては、なんか、買い物行かずに終わっちゃいそうなんで、毎回そうなんだよね。毎回さ、休みの日ってさ、どこも行かないの、マジで。何なんだろうね、ほんと直したいんだよ。例えばさ、今日さ、仕事あったじゃん。で、明日休みの時って、大体自分って今日ね、夜のうちにスーパー行って、で、次の、だから休みの日の分と、その、今日の分と明日の分をね、買っちゃうんですよ。焼きそばと、肉と野菜、あと飲み物は4本ぐらいかなみたいな感じでさ、そうそう。なんだけど、最近はね、そういうのやめて、その休みの日があるんで、だから休みの日に、買いに行こうっていうふうにね、計画を立てて、で、朝起きるじゃない？で、いろいろやるじゃん。そうすると、もう止まらないんだよ、やることが。止まらなくて、で、昼になっても、家出るのめんどくさくなっちゃうんだよね。そう、だからさ、出前頼んじゃったりとかするんだけど、やっぱ作った方がいいよね、自分でね。そう、やっぱ自分で作ったものをね、食べる方がね、なんか気持ちがいい。いや、それはさ、出前でさ、来てさ、待ってたぜって言って食べるのも気持ちがいい、気分はいいんだけど、なんか自分で作るっていうのはなんか休日っぽくてさ、いいんですよ。そう、お好み焼きでもね、なんでも楽なもんでもいいから。そう、だからそれを明日はね、絶対やりたいね。うん、できるかな。ちょっと喉が、さっきちょっと部屋ね、掃除したからほこりがあんのかな。はい、ではね、脱いでるんで写真撮ります。はい、筋トレしていきます。はい、ではね、筋トレあったんでね、明日走ります。今日も一日頑張りましょう。今日はやることがある。バイバイ。チョイ。